ご紹介預かりました吉本です。今日は現代二級診断っていう演題をいただきました、ですが、僕のうちは親父の代まで天草でした。天草門徒だったわけです。それで、おじいさんなんか本当に、東京へ出てきてからも、要するに、死んだら浄土へ行けるっていうふうに、本当に信じてて、それで、よく、隅田川を挟んで、両岸なんですけど、こちらが、佃島なんですけども、佃島に住んでたんですけど、私を渡って、築地の本願寺でよくお参りして、いました。僕、子供でしたけど、しまいにお兄さんもボケて、行くのは行くんだけど、帰りが迷子になってっていうか、帰れなくなっちゃって、なんか交番の世話になって、交番から交番へってここに伝わってきて、それで、おじいさん保護してるって言って、あれしてるから、迎えに来てくれとかって言われて、親父から、よく迎えに行かせられたのを覚えております。でも、信仰が熱い、おじいさんもおばあさんも熱い、人でした。で、だいたい親父の代になったらだんだん、その信仰が衰えて、まあ、僕の代になったらもう、どうしようもないやつだっていうふうに、なってしまったっていう、僕の その、浄土真宗に対する、その、なんて言いますか、子供の時からの、なんて言いますかね、記憶って言いますか、っていうのはそういうことで始まってきたわけです。ただ、そういうふうに言いながらも、親鸞は、そういうことを抜きにしても、僕の、大変、その、好きでもあるし、執着もあるし、っていうような意味合いで、やっぱり日本で僕なんか一番、この人が一番、いい、宗教家なんじゃないかな、っていうふうに、思って、自分なりに、親鸞について勉強してきました。で、どう言ったらいいんでしょう。つまり、親鸞の信仰の問題っていうのは、現在も問題であるように、その親鸞が在世中、つまり生きている時からすでに、たくさんの問題、重要な問題がいろいろ出されていて、そしてそれ、